むつうら。むつうら、むつうら、むつらは、神奈川県横浜市金沢区にある地名。かつては、武蔵区に倉木郡に属し、江戸湾の港町として栄えた。現在は、むつうらと呼ばれているが、以前は、むつらと呼ばれ、中世の文書には、六面、六連とも書かれた。本校では、隣接する、むつうら町、むつうら東。 むつう南についても合わせと述べる。住居表示は、むつう町が未知市区域、むつうら、むつうらあずま、むつうが実施済み区域。横浜市の最南端に位置し、南東は横須賀市、南西は逗子市に隣接する。中部、北部は、むつうら1から5丁目、東部は六歩島1から3丁目、南部は、むつう南み1から5丁目として、 住居表示が実施され、南西部の通浦町は住居表示未実施である。東端の六歩と一丁目には、関東学院大学金沢八景キャンパス及び、系列の中学、高校、小学校がある。住居表示未実施の通浦町は霊園などがあり、人口は霊である。東西に自重川が流れ、平方湾に注ぐ。南北に国道16号。 むつうら交差点より西に、県道原宿六津浦線が通り、県道の西むつうら交差点より、南西に、県道金沢逗子線が伸びる。西側を南北に、横浜横須賀道路が通過するが、町内にインターチェンジはない。鉄道は、国道沿いに、京急本線、金沢逗子線沿いに、京急逗子線が通り、逗子線、むつう駅の他近隣の金沢八景駅。 おい駅も利用される。面積は以下の通りである。住宅地の地下は2014年平成26年1月1日の工事地下によれば、むつうら1から6から3の地点で18万3000円毎メートルとなっている。古くはむつうらという荘園が設置され、国画や軍画の支配を受けない私有地であった。むつう金沢、かまりや、 富岡が四号から成り立っていた。当初の両家は、忍那寺、皇族の門跡寺院領であったと見られている。現在も、新言、総務派の寺院が東国では珍しく、金沢区内に分布している。方言2年、1157年に、源義朝から恩賞として、日立国の中佐熱家、大中富佐熱家に、六浦僧が与えられ、領主になったとされている。 自称四年1180年、源頼朝は伊豆で挙兵した際に加護をもらった泉島明神をこの地に誕生し、瀬戸神社の社殿を建立した。文治年間1185から1190年に頼朝は清志願寺を六浦山中に建立した。それは上行寺東遺跡であると見られている。その後、和田氏を経て金沢流法上氏が領主となった。 東鏡によれば、任時2年4月5日、1241年5月17日、鎌倉幕府執権、北条康時は、鎌倉と六浦を結ぶ、道の改作を命じた。それが、六浦道、朝日七切霧道市である。回路を通して、房総半島などと鎌倉の玄関口となっていた。近隣の浦後江の木戸港などより鎌倉との、 交通便などの地の利がよく発展したとみられる。中世においては、現在の内陸地域である六浦川流域や、手古神社、金沢文庫駅付近にまで、入り江、内海になっていたと推定されており、六浦には、複数の津や港に適した地があったとみられる。安時がここに、弟の佐根康が配置した背景にはそうした事情があった。京都の四境を真似て、 東の境が陸浦に置かれた。隣接していたが山道によって、鎌倉と隔たれた陸浦は、東方からの薬病や鬼などの横島なものを食い止める、障壁として位置づけられた。津や港のある、入り組んだ地形は、風光明媚な景勝地、高世の、金沢八景として、広く知られるようになっていった。将軍、九条頼常も、安定二年四月二十八日、 1228年6月2日に雇用のために、六浦に旅行している。また六浦は明治まで延伝があったことでも知られていた。佐根康の子、北条佐根時は、金沢に別邸を置いた。それが商明寺と金沢文庫の前身になった。北条貞明が、下元三年、1305、五路竣工させた瀬戸橋により、 内海に隔てられた六浦と金沢が陸路でつながった。鎌倉幕府滅亡後は、足利氏の支配下に入るが、その支配をめぐって、鎌倉府、鎌倉区房と関東管理上杉氏はたびたび衝突した。上杉乗方の配下とされる大吉光正は、大英年間における、六浦の支配者であるとともに、対岸の安保守護代を兼ねていた上杉家中の実力者であった。 その後、鎌倉久保、足利持氏が、柳田助長、関東名より、暴走方面に拠点を有していた。柳田光と同一人とも言われているに、長明寺の保護を命じたり、影響の乱に敗れた際に同時に逃れているのも、無通らを経由して、暴走方面との連絡を維持しようとしたからだと、言われている。京徳の乱によって、上杉氏が鎌倉を占領した後、鎌倉と共に、 ムツウラを支配したのは、大田道館であったとされている。道館がムツウラを直接支配した証拠はない。おそらく、大館による統治であったとされるものの、現地に道館にまつわる伝説が伝わっているのも、この時期のムツウラが、大田市とその地下である上杉市の影響を強く受けていたからだと考えられている。入江の土砂の堆積が徐々に進み、港の機能が内海から、 外側の須崎や関先に限れてきたり、品川港などの流星などによって、戦国時代に入ると整備したとされているが、実際には、江戸時代初頭まで都市としての姿が続いたと考えられている。特に、房総方面と鎌倉を結ぶ経路は無通らあるいは、その外側の須崎を経由した、海上交通に依存するところが大きかった。安房の里見義豊が、 鎌倉攻撃時に合わせて、ーラを襲撃したり、和ズ国のマリアツのブが再起を期すために、金沢に落ち延びたのも六浦が暴走と、武蔵、相模方面を結ぶ要所であったからである。なお、豊臣秀吉の小田原征伐の際に、細川雄彩が六浦を訪れている。六浦の都市としての政治経済の役割は、江戸に移り衰退した。 拓安双方がこの地を訪れた際には、乾村と化していたとされている。後に、六浦藩の藩長が設置されたものの、江戸に近い観光地という側面、金沢八景以外では目立たなくなった。また、浦賀武行所への通過点となった。浦賀道。明治二十二年、1889年に、神奈川県倉木郡、六浦小村となった。隣接する。 横須賀港の軍港としての進展により、市境の設計先付近の埋め立て造成により、海軍航空技術省支省の設置された。現在の瀬戸に1941年、昭和16年4月1日海軍航空技術省支省開設。その寮や住宅の建設により、市街化が進んだ。昭和11年、1936年に横浜市磯国に編入。 1948年金沢区は磯子区から分離独立した。昭和5年1930年に湘南電気鉄道が開通し、翌年に京浜電鉄、後の京浜急行電鉄と相互乗り入れ、後に合併してから、特に戦後急速に東京、横浜に向かう人々のベッドタウンとなった。2017年。 平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。